タンドに詰めかけたサポーターの声援で会場はとてもいい雰囲気に包まれています。この時間はヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。さあ北澤さん、本日の試合どの選手が一番気になりますか？山口蛍ですね。大きな運動量で幅広くピッチをカバーしてくれるゴールド発射力に優れた選手ですよね。精度の高いパスも繰り出せますし、攻撃面での能力も高いですよね。なるほど、そういった部分にも注目しながら今日の試合見てまいりましょう。神戸のキックオフでスタートです。ヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島。立ち上がりですよね、はい、ここをしっかりと固めていかないと自分たちのプレーがしにくくなりますからね、うん、相手よりも先手を取るためにゲームの入り方に集中することがまず重要になってきますよね。なるほど、ゲームの序盤見ていきましょう。山口大きく縦へ、さあカウンターを仕掛けます。緩いボール、このボールはつながりません。佐々木、塩谷、プレスからボールがこぼれる。ここはカットします。川村、パスでつないで攻め込んでいきます。広島、裏へ出るか、激しいボールの奪い合いです。広島ここでファウルをもらいます。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。幸運にも注意に終わりました。これはいい位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。さあどうだ、これを決められない。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどもね。コーナーキックです。ボールが上がる、頭、いやクロスバーの少し上。広島が決定的なチャンスを迎えたシーンでした。キーパーから前線へ、プレスからボールがこぼれる。ここで受けて素早いパスで攻め上がっていきます。酒井から武藤、東、これを奪います。ここでファールがありました。さあフリーキックのチャンス、ふわっとしたボール、裏のスペースを狙う。仕掛けるか、上がる、いいでしょ、おお、詰めてきた、決まった、先制、ヴィッセル。いやー、武藤、一度キーパーが触れたボールをゴールに押し込みました。いやー、キーパーがハンドルした後の勝利はあらかじめイメージしてきましたよね。落ち着いて流し込んだ、いいゴールでしたよね。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。やはりマークを振り切る動きと決めれるところで決めることができる決定力が、この素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。さあ神戸先制1対0です。一旦主導権を握った形になりますけど、はい、まだまだ何が起こるか分かりませんよね。そうですね、神戸ここでファウルをもらいます。大阪に渡る、どうだ、川村、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。収まった、フリーだ、フリーで受ける、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。広島ここは大きくクリア、危険なシーンでした。ここで受けて、もうこれいいでしょ、いけるか、どうだ、シュート、いやー、
トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュートを打てますからね。コーナーキックのチャンスになります。上げてくる、どうだ、クリア。このピンチをなんとか出します。さあカウンタースピードを上げたいところ。東、いいプレッシャースペースを狙う。いい形じゃないですか。抜けてくる、これ仕掛けるか、これはどうだ、もうこれいいでしょ、素晴らしい、シュート来た、同点、サンフレッチェ。いやここでスコアを同点にします。いいですね、この展開はファンも燃えますね。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやパスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。広島ここで追いつきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。ハッセ、ゆるく狙ったボール、クリアです。大木原からのスルーパスは通りませんでした。もうこれいいでしょ。さあカウンタースピードを上げたいところ、東、ここは通しません。ボールを下げてリズムを作るか、キーパーから前線へ、ここはつながりません。佐々木からターテのボール、ここはカットします。山川、ハッセ、ふわっとしたボール、ボールはクリア。激しいボールの奪い合い、右サイドを上がっていきます。ペースを狙った、裏切り出した、このボールに触ります。ハッセ、ここは一旦バックパス。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。さあ同点のまま前半を終えています。ここまでいかがでしょう。非常に両チームの良さが出ていた前半ですよね。プレースタイルの違いも見ていて面白かったですし、この後お互いの特徴を生かした戦いになると思いますよ。ヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島、ここまでお互いに1点ずつ譲り合い後半を迎えます。キックオフ、ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。サイドを使う、いいボールですね。さあ来たか、中井のクロス、これは直接キーパーへ。向こう、裏を狙う、抜けた、山口に渡る、自分で行く、さあどうだ、ここは繋がりません。タイミング合いませんでしたね。中野、パスでつないで攻め込んでいきます。裏のスペースを狙うと呼んでいた酒井。いや少しいい形になりかけたんですけどもね。このボールはカットされます。佐々木、塩谷から右へ、ロングフィードで狙う、これはクリア。大木原、スルーパスを狙う、いい形でしょ、仕掛けるか、どうする、チャンスを演出できるか。ここでファウルがありました。ちょっとファウルになりましたけど、この辺で抑えとかないと危険ですよ。注意に終わりました。
チャンスですよ。さあどうだ、いいキックでしたけどわずかな力加減なんですよね。これを決められない。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。コーナーキックになります。さあどうだ、これは最初に残りでしょ、打つ、このクリアボール拾いたい。広島としては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいでしょうか。そうなんですよね、スピードがある選手に裏を取られると決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使わないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね。俯瞰して物を見るというこれまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。ティガス、今のはカードは出ませんでした、注意だけでしたね。そうですね、まだ時間があるので慎重に行きたいところですよね。コーナーキックのチャンスになります。武藤仕掛けるか、さあ上げる、決まった、まで来た、広島完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、まあモラまでにフリーだったと思うんですけども、しっかり寄せられてましたよね体を。まあ寄せられてなければ決めれたでしょうけどね。両チーム同じタイミングで動いてきます。川村、大橋、東、スペースを狙う、おいい形じゃないですか、いけるか、これはどうだ、どうだこのシュート、いやポストの左です。広島決定的なチャンスを収めることができませんでした。サイド崩されましたよね、突破されて中央守りきれてないですよね。両チームともメンバー交代があるようです。キーパーからのロングフィード、ここで受けて、さあどうする、酒井上がっていく右サイド、フリーで受ける、さあ右へ預けて、おいい形ですよ、どうだ、荻原スルーパス来たが入れる、さあ神戸このビッグチャンスものにできませんでした。いや緊迫した状況が続きますよね、最後まで目が離せませんね今日のゲームは。ここで見せてくれました、コーナーキックです。そうですね、ここで受けて中に合わせてくるか、仕掛けるタイミングを図る、ここでルーズボール、あーこれファール、取らないですか、レフェリーチャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから引っかかったとこでしょうね。キーパー前へ蹴り出します、カット、おいい形じゃないですか、スルーパス抜けてくる、期待期待値シュート、サンフレッチェ、いやー勝ち越せ、ゲームをひっくり返します。スルーパスからのゴールでした、ラインギリギリだったでしょうか、これは際どかったですね。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、もう何かこうゴールを奪っていくぞという勢いのあるようなスルーパスですよね。今日2点目です。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いや素晴らしい展開でしたし迷いがなかったですよね、相手の守備のブロックを切り崩すボール運びでしたよね。
もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートになりましたね。これはさあ、ともに選手交代があるようです。さあ、広島待望の1点をもぎ取っています。広島としてはこの重要な場面でね、なんと言いますか、モチベーションを保ち続けたというね、はい、その結果が出ましたよね。そうですね、もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。キーパーからのロングフィード、山口から大阪ボールのところでパス、裏へ抜きましたよ。ルーズボールになる。というシーンでしたが、ここはしのぎます。前線へ大きなフィードです。酒井、このボールに触ります。無情にもここでホイッスルです。2対1、神戸敗れました。逆転負けです。北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。神戸としては今日はホーム戦でしたから当然勝ちたかったはずなんですけどもね、ちょっとこうその辺を少し考えすぎたのかもしれませんね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。